町というところにね、うん、このメガソーラーがあるわけですよ、はいはい、で岩国市の、うん、まあ、市内のね駅地下のホテルに泊まって、はい、そこからこの三輪町のメガソーラーまでは、うん、結構1時間以上、1時間半ぐらい車走らせましたよ、ね、走ましたね。すごい細い山道を通ったり雪が積もっててね、雪が積もってましたね、本当にかなり分け入って多分、はい、もう島根県との県境に近いかもしれませんね、あの辺りはね。あ、そうですね、でこの印象としては私なんかこう要塞みたいだなと思ったんですよ、うん、なんか巨大な、まあ、メガソーラーがもう何万枚と敷き詰められるんだろうなというのが見えないんですよね、うん、というのも、はい、もうね、山こう高いところに高台に、うん、で工事してあるんで、うん、こうなんか何かこう我々一般の目をそらさせるようにとか見えないようにしているかのように、うん、全然こう目視できないとい う、ね、あれが印象的でしたね、うん、ね、おっしゃる通りで中の様子が見えるスポットって数箇所しかありませんでしたよね、で残りは本当にね注意深く、はい、山が伐採されてるんですよね、で周りの道からはそのなかなかその木をね目隠しにして、うん、中が見えないような、うん、なんて言うんでしょう、伐採を してますよね、これは他のメガソーラー、例えば後から出てくる柳井市のメガソーラーと好対照だと思います、はい、で、だから逆に言うとその中で、うん、そのまあ妄想を膨らませるならばね、はい、メガソーラーの工事以外に何やってんだろうって思っちゃうようなね、はい、本当にこの透明性の欠けた、はい、工事でしたよね。しかも、はい、地元の方が立ち入れないって言ってたじゃないですか、中にね、はい、立ち入れないし、石本市議も、何度も立ち入らせてくれっていう何て言うでしょう、お願いを上海電力日本にしたけど、うん、ことごとく却下されたって言ってましたよね、でこの工事現場の近くには、うん、まあ、いろんなこう全国各地から、まあ、その工事の作業員の方が集まってきて、そのいろんなこう全国のナンバープレートがあったりして、あれも印象的でしたかね。そうですね、本当に関東地方から九州まで、うん、まあ、本当日本全国のナンバープレートをつけた、ね、うん、車が止まってましたし、うん、またあそこに出ていたその工事業者の、はい、名簿見ても、はい、まあ、本当に全国にね、うん、下請け孫請け、うん、全国にこう散らばってましたよね、はい、まあ、その作業員の方に罪はないんですけどね、はい、たまたま仕事なんで来たんでしょうからね、はい、あとは、はい、こうそのメガソーラーにたどり着く前に、うん、このメガソーラー絶対反対っていう看板が掲げられていて、これもやっぱりこう自然を破壊するなとかね、やっぱり地元の方は相当怒ってるんだろうなというのも伝わってきました、うん、そうですね、確かに見てるとあれだけ その山を伐採してしまって、うん、後からね地元の方の映像も流れると思うけれども、うん、私が非常に印象に残ってるのはメガソーラー事業を仮に20年で終わったと、はい、で、仮にもうそこでやめますということで、うん、原状復帰して植林して元に戻るのに100年かかりますって話されてましたよね、はい、
だから本当に CO2 削減のためにいいのかどうかっていうのは、うん、その100年っていう数字を聞いた時に、うん、まあとてもね、どうなのかなと感じましたよ、うん、私は。そうですね、まあ我々の皆さんに来てるのはですね、反対反対っつって言うんですけども、メガソーラー太陽光発電に対しての反対っていうんじゃないんですよ。もともとは太陽光発電の敷地をここに作るよと、発電所作るよっていうんで聞いて、で山の木を切るっていう話になると、やっぱり昔から言われてる山の保水力、まあなんか要出てくるのには難しい言葉で寛容機能がとっていう問題から、やっぱり自然破壊されると我々の生活に特に影響するということで、もうソーラーはやめてほしいという動きをしてますっていうのが、ここはご存知かと思うんですけど、飲料水は水道ないんです。もう山の地下水、これを汲み上げるか湧き水を取ってそれをろ過して、まあ、生活してるっていう。で峠なんで、まあ、この周りの田んぼもそういう湧き水を取るしかなくて、あとの河川地というか水が取れるところはないんですよ。ですから今の開発エリアのところがから出てくる湧き水、沢水がもう農業には主になって、こっち側の開発してない方のこの後ろの山もあるんですけども、そこから出てくるのを今なんとか頼りにしてやってます。で、まあ今の100ヘクタールに近い森林伐採をされて、まあ我々も小さい時から、まあ年寄りの方から山の木を切ったら保水力が落ちるゲージっていう話は聞いたことはあるんですけども、実際にそういう、まあ何本とか100本とかっていう木を切るのはありますけども、これほど広い開発地というか森林伐採は初めてなんで、本当に水がなくなるということを経験しました。で、まあ大きく問題なのはこの水がなくなるよって言って、今年いっぱいで解決するもんならいいんですけどね、結局この発電事業がある間、今から20年ぐらいはもうそこに、まあ、草は多少生えるにしても大きな、まあ、材木というか木材ができるわけじゃないですから、ということは山の保水力でその地下水のっていうのはまずないんですよね。そうするともう20何年は今の水の少ない状態が続いてっていうんで、そこで、まあ、生活と、まあ、今の農業もできるかっていうと難しいっていうんで、もうなんとか早くしてほしい。あとはまあここでいくと上流で海流は錦帯橋まで出てて、まあ造り酒屋はあるしで、まあ早くまたベースも、石本さんが言われてるようにベースという逆に基地もあるし、その辺から見るとここに大きな、まあ外国資本のものができて本当に安心してこれから生活できるかっていうと、やっぱり不安です。中村会長が言った作り酒屋っていうのは皆さんもご存知なの、脱菜、お酒の脱菜、あとその他もろもろ美味しいお酒がですね、岩国にはあるんですよ。酒も結構今それもやっぱり水がきれいっていうことがですね、一つあって、そういうことを今懸念されるってんですね。でこのメガソーラー見た後に、うん、もうちっちゃな公民館みたいな、ね、はい、ところに行って、まあ、映像流れてると思いますけれども、はい、その住民の方にねお話聞いたんですけれども、うん、実際こう例えば農業に携わっている方っていうののこの悲痛な叫びですよね、はい、例えばこう山を切り開いたから、うん、保水力が落ちてしまって、はい、やっぱ飲料水であるとか田んぼ、うん、わさび栽培、酒造りですね、うん、酒の方にも影響が出ているとか、はい、とかあとその近くに川があるんですけれども、うん、そこでそれまでにはなかったこう泡が発生して、うん、そう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 、で白い泡が出たって写真見せてもらいましたね、うん、あとはもちろんあの水質汚染とあと工事の騒音ですよね、うん、はい、だから本当にこう上海電力系のその、うん、メガソーラーの工事が始まってから生活がもう一変してしまったと、うん、悪い方に、はい、っていうふうな話聞いて、本当にだから先ほど申し上げましたが、うん、
三浦瑠麗さんであり、うん、小池都知事であり、うん、橋本徹さんであり、本当罪深いなって、うん、そうですよ。彼らがどれぐらいこういう地元の方のことを、まあまあ、知らないからああいうことやってるんでしょうけれどもね、うんうん、いや本当にあの実際にね山根さんとその地元の人の苦しみ苦しむ声を聞くとね、うん、本当にあのこのメガソーラーっていうのは、うん、人々のその生活をね、うんもう根底から破壊している、うん、もうあの水道がないから井戸水を汲んで飲んでたのがもう本当に飲めなくなってしまったとか、うん、農業に使っていた水があの怖くてもう農作物を作ることができないとかね、はい、それからあの帰りに見ましたけれどもあの、まあ、白い泡っていうのは写真で見ましたけど我々実際に行ってみたら、その川がね緑色にあのどす黒い緑色に変色してたじゃないですか、ああいうねなんかこの異様なあその自然の破壊っていうものを見るとね、いかにこのもう一度あのこのウイルの画像をみんなが見ていただいて、メガソーラーって本当に作るのがいいのかどうか、もう一度みんなそれぞれが考えてほしいなと思いますね、はい、あとね中であの地元の人からねとか石本市議から聞いた話ですけれども、はい、まあ、環境アセスメント条例の問題があったと、これはまああの50ヘクタール以上は調査するよっていうね環境アセスメントを、まあ、山口県が作ったわけですよ、はい、ところが、まあ、開発申請を出してしまえば適用外にするっていうルールを作って、はい、でその開発申請を、上海電力が出したのがですね、うん、2ヶ月前で、で、まあ、結局、環境アセスメントを逃れたわけですよね、はい、でそういうところっていうのはやはり、行政の後押しというかね、はい、こういうのがあったんじゃないかっていう話が出てましたけれども、これも非常にあの問題があるし、まあ、あのこれなんか県全体でこういうものを進めてんのかと、じゃあ誰がそれを後押ししてんだろうっていう疑問は湧きましたね。まあ、山口県といえばね、そうですね、あの人がみたいなのがありますかね、あの人がですね、あのこの前ね、あのビザの件で激怒した方ですね、住民の方もおっしゃってたのが、だからいつの間にか中国資本に変わっていたっていう、そうですね、そのあたりの説明って本当に何もないんだなっていうふうに、ね、そうですよね、まあ、それはまあ隠すべき、ね、事実ですからね、うん、あっち側としてはね、うん、まあ、当然かもしれませんが、ね、だからあのウイルでもね以前にあの、うん、このステルススキームのね、はい、参入スキームのことを話しましたけれども、結局あの、まあ、SBI 証券がお金を用立てて、で政和監査法人系のコンサル会社が、まあ、そこをあの買ってですね、それでそれをあの、まあ、東日本ソーラー13という上海電力のグループの合同会社に、まあ、転売をしていると、でこれはまあ東本から明らかになってるわけですよね、だからそういったことはねあの一般の人じゃわからないことであって、でまあ、特に地元の人に してみればね、なんかもともと日本の話が日本系の話がありましたと、その後確かタイだとか言ってましたね、でそれがいつの間にかタイなのって言ってる間にいつの間にかなんか中国になってましたと、まあ、本当にこれねステルスですし、もっとこのオーナーシップの変更がに透明性を確保したような形でやんなきゃいけないと思いましたね、やるんだったらもう正々堂々と、もう中央資本ですってもう最初からやれよっていう話ですね。いや本当そうですおっしゃる通りですよ、こういう姑息なね、こすいね手段を使うっていうのは本当許せないですけども、うん、で平井さん、はい、この、 あのメガソーラーに関しては、うん、まあ、主に論点3つありまして、環境の問題とこの安全保障の問題、でもう一つ人権問題っていうのがありますよね、これ。はい、ありますね。でそのまあ話なんですけれども、あの石本議員の話によると、まあ、岩国メガソーラーに設置される多くの太陽光パネルはトリナソーラーだっていう話がありましたね、でそれが何で問題かっていうとですね、あの太陽光パネルの製造工程をここにちょっと図をお示ししたんですけれども、まあ、半導体と似ててですね、前工程と後工程っていうのに分かれるんですよ、で、前工程っていうのに非常に多くの、電力と熱が必要なんですね、これを作るために、それで石英をあの手で砕いてですね、そして、シリコンにしていくんだけど、そういった重労働を、
ウイグル人がやらされてる、うん、それからもう一つは火力発電所で普通防護服を着てやるんですけれども、防護服なしでこういった精錬の火力発電所で労働させられてるっていうふうにですね、ブレイクスルー研究所というアメリカの研究所が報告書を出してるんですよ。で、そういった人権侵害、まあ奴隷労働ですよね、こういったものを経て作られていくし、その前工程ではですね、ものすごい量の電力と熱が必要なんです。でそれをやるために中国のウイグルにはですね、200以上の火力発電所があって、石炭を燃やして太陽光パネルを作ってる、つまりそこで出る二酸化炭素をね、撒き散らしながら作ってるわけですよ。でだ、それが本当にいいのかどうかっていう問題、それからそうやって作った前工程の会社でですね、ダクオニューエナジーコーポレーションという会社があるんです、ウィズ。これはアメリカでもブラックリストに載ってる。でそのダクオニューエナジーコーポレーションと2023年までに3万7600トンのポリシリコンを購入するという契約を結んでいるのがトリナソーラーなんです。そういうふうに報道されておるね。だからこのトリナソーラーで作られた後工程をやるトリナソーラーで、使うポリシリコンにはウイグルの強制労働関与っていう可能性が非常に高い。だからアメリカはウイグル強制労働防止法で輸入禁止にしてるんですよ。でこの問題はね、つまり強制労働で作られたポリシリコン、しかも二酸化炭素を撒き散らしながら作られているポリシリコン、これが使われたね、ソーラーパネルである可能性が非常に高い。だから上海電力岩国のね、トリナソーラー使用っていうのはアメリカだったら到底認められない話ですよ。でその後に、はい、その公民館に行った後にですね、柳井市に車を飛ばしまして、はい、これは柳井市は、岩国からどれぐらいでしたっけ、車で1時間半ぐらいかかりましたかね、車でね、岩国からね、ぐらいですね、うん、そこではそこソーラーパネル、はい、これ見晴らしのいいところからだと、まあ、この後映像流れると思いますが、はい、すごいこう、もう壮観といいますか、うん、ある意味壮観すごかったですね。すごかったですね。ね、これ分かりやすい映像なんで、ぜひご覧くださいと。うん、
岩国のね、うん、この三輪町はこれ山を切り開いたところに、はい、作られてましたけども、うん、この柳井市はこれ住宅街でしたね、はい、これね。そうでしたね、うん、いや本当にあの映像が出てくると思いますけど、うん、この住宅の前に太陽光パネルがね、うん、何枚前も敷き詰められてるっていうのはね、うん、これは本当シュールな光景でしたね。なんか異様な光景というか、不思議でした、本当シュールでしたね、本当に、うん、でなんかあんまりその人気がその住宅から感じられなかったですね。すごいなんか物悲しい感じ、なんか無機質な空間、うん、って言っちゃそこに住んでる方には申し訳ないんですが、うん、ただすごいかわいそうだなと思ったのが、すごい立派な結構豪邸、うん、チックなこの一軒家があったじゃないですか、はい、ありました、で何軒か建ってて、でそこの本当真横にああいう無機質なものを大量に作られて、うん、これってこう家買われた時、土地買われた時はこれ知ってたのかなっていう、もちろんこれですよ、ね、せっかくの、うん、もう一生に一度の買い物ですよ家なんて、うん、そうですよね。それなのにしかもあそこって、うん、それこそ風光明媚のね、うん、こういわゆる景色自然っていうのがあるからあそこにこう家をね建てたいって思う方が多分多いと思うんですよ。あれはいやおっしゃる通りですよ、うん、だってあのメガソーラーさえなければ、はい、本当に眼下に瀬戸内海がザーッと広がってね、穏やかなね、そして木のね、自然に恵まれた非常にいい場所なんですよ、うん、ところがその映像で見ればあの一目瞭然ですけど、うん、その木々を全部伐採して、うん、それで太陽光パネルを敷き詰めてる途中だったらですね、カーンカーンカーンと音がしてね、そう音もね、はい、音もちゃんと収めてますんで、はい、ですごかったですね、はい、うん、ちょうどあそこで気がつかなきゃいけないのは、実はその先ほど私は岩国市のメガソーラーは SBI と清和監査法人が絡んで、転売しましたねっていう話しましたけど、ここの柳井もこの 2つがね東本に名前を出してるんですよ。ただまあこの本の中で詳しく言いましたけど、おそらく TKGK スキームというのをね、使ってやったんだろうと思いますね。で見落としちゃいけないのは、岩国基地から朝鮮半島に飛行機が飛んでいく空路の下に岩国の発電所があり、柳井の方は岩国基地から沖縄方面に飛んでいく空路の下にあるっていうことですよね。だからこれは非常にね、防衛関係者にしてみれば気持ち悪いと思います、はい、この公民館で聞いた話は主にこの環境面の話、生活面の話ですけれども、うん、これから流れる石本議員のインタビュー、はい、これはまあ安全保障の問題なんかを中心にね、うん、これ語っていただいてますので、ぜひご覧ください、はい、岩国市はですね、ご存知の通り、戦前から旧海軍の航空基地が存在しており、そして終戦後はですね、極東最大級といわれる米海兵隊の航空基地と、そして海上自衛隊第31航空軍が併存しております。で岩国市も行政は総合基本計画にも基地との共存ということを掲げてですね、行政をやっております。それだけに非常に基地との関係も良好な市であります。その岩国市の区北エリアに位置する三輪町に、突然上海電力日本が事業主となるメガソーラーが建設されている、そして基地を中心に南北で挟み込むような形で隣の柳井市におきましても、メガソーラーが建設されている、非常にこれはですね、安全保障上からも脅威であるということが伝わってきております。やっぱりですね、中国というのは先般も日本の排他的経済水域に向けて9発のミサイルを発射し、うち5発が着弾いたしました。でそれ以前からですね、我が国にとっても大変脅威的な国防動員法というものが制定されております。
そういった観点からもですね、これは非常に由々しき問題であるというふうに認識をしております。こういった機会で多くの人に、一人でも多くの方に、まず知っていただいて問題を共有していただき、これはもうすでに岩国市一市のみの問題ではなくて日本全体で考えるべき問題ではないかと、このように思っております。ということで平井さん、はい、くしくもね、こう三浦瑠麗さんのこういう問題がこう浮上した時に、たまたまね、本当に年末に、はい、現地取材できて非常に良かった、タイミングとしては良かったわけですが、はい、これをねぜひとも、こんなことは、まあ、ウィル雑誌の方でも扱ってますけれども、大手メディアはね絶対にこれ触れないんですよ。そうですね、だから、視聴者の皆さんにおかれましてはこの動画を拡散、SNS 等でね、そうですね、とにかく拡散して、ご家族、友人、昔の恋人にも、はい、あのね、おすすめしていただければと思いますね。そうですね、これ本当一人でも多くの方にね、この住民の方の声であったり、この映像をね届けたいと思ってます。そうですね、はい、メガソーラーができるとどうなるんだっていうのは、この映像が一番雄弁に語ってますね。はい、ぜひ一人でも多くの人に見ていただきたいと思います、はい。そしてもちろんこの一般の方だけじゃなくって、政治家であったりね、もうコメンテーターであったりね、影響力のある人はなおさらこれを見て、いろいろと今までのね自分たちの活動発言等々を顧みていただければと思います。そうですね、はい、ということで平井さん、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。